坂本む子は、大岡翔平の小説、花影のモデルとなった女性。銀座の分断バーのホステスで、多くの文化人と関係を持った。静岡県三島市生まれ。孤児童然に育った、不幸な老い立ちで、1930年、銀座のバー、長谷川へ、女給として出て、直樹35に口説かれて、諸女を奪われたという。1931年、 青山二郎が出資した銀座のバー、ウィンズワに出て、坂口安吾と中原中也が彼女を争ったという。その後、1932年から1936年まで安吾の愛人だったとされるが、菊池博氏にも被護され、小林秀夫に求婚されて、一旦は受け入れたが息子が破棄し、オリンピックの選手と京都へ駆け落ちしたという。その後東京へ戻り、 万主長の喫茶店、ケに勤めた後、1935年、工場主をパトロンとして、銀座に、あるるという自分の店を持った。時に20歳。1938年頃から川上哲太郎の愛人となって、長く続いた。戦後、1947年からまた銀座へ出て、バー、ブーケで働く。1949年には、 青山二郎が息子のアパートに住んでいたこともある。1950年、青山が命名した風さんが開店し、ここに勤めているとき、作家としてデビューしたての大岡翔平と関係ができ、大岡のアメリカ留学を挟んで8年近く愛人関係にあった。その後息子はブーケの支店文家に出ている。しかしために大岡は、 夫人の自殺未遂のようなことがあって何度か別れを考えたという。こうした男の文学者、文化人のみならず、宇野千代、白須雅子とも親しかったが、1957年頃、大岡と別れ、1年後、実質で睡眠薬自殺を遂げた。直後に白須は、文芸春秋八月号に、銀座に行き、銀座に出す昭和文学史の裏面に生きた女という、追悼文を書いた。 知らせを受けて駆けつけた大岡は号泣していたというが、中央公論8月号から、ムツコをモデルとしてに、花影の連載を始めた。当初は6月開始の予定だったが2ヶ月遅れたという。そのエピグラフは、むしろ、ムツコを引き受けなかった青山を責めるものになっている。1959年8月号で完結すると、群像9月号の合評会で、川上哲太郎、平野健 高見淳がこれを表したが、川上は自身の愛人だった女だけに、歯切れが悪く、奇妙な座談会になっている。しかし、花影は単行本になると、新潮社文学賞と毎日出版文化賞を受賞した。1961年に、純文学論争が起きると、高見淳は、純文学の過去と、現在で、花影を批判し、私は、 あの小説のヒロインのモデルになった女性を秩ている。小林秀夫も、いや彼のハウが持つと詳しく、秩ている。川上哲太郎も、洋子のモデルになった女性を秩ている。ひよつとすると、大岡昌平よりも、持つと、よく秩ている。そうした、川上哲太郎や小林秀夫が、あの小説をこういう風に褒めているのはあくまで、小説表である。しかし大岡昌平が彼の、 直接経験を花影のような私的ビジョン的小説で書いたことに疑問がなかつたか。私は疑問を呈したいのだ。心の修羅は小説としては持つとも面白いところである。大岡翔平などの下なめずりして書きたがるに違いないところである。どうしてこの持つとも面白いところを書かなかったのか。しかし、それを書くことは、 実生活の上でいろいろ差し障りがあって、おそらく不可能だらう。だつたら、あの女性のことを何も、わざわざ小説で書くことはないのだと私は思う。書けないのは当たり前だと思うが、ひとたび書くと、心に決めた以上、あんな体裁のいい、ありきたりの風俗小説になりかねないような小説を、書く手はないのだ。と書いている。花影のモデルが、大岡の愛人であるとはっきり述べたのは、 岩屋第四の戦後日本分断史でこれは分断周知のことだった。大岡の死後、シラスは今なぜ青山二郎なのかで花影を批判し、ムツコがちゃんと描けていない肝心の魔性が出ていないとし、青山に対しても大岡の日頃の恨みを小説で晴らしたようだとした。このあたりから坂本ムツコへの関心が高まり、 久前光彦はムツコをモデルに改めて女神を描いた。花影は1961年に、川島雄造監督、池内純子主演で映画になっている。女神昭和文壇の理念を生きた伝説の女、坂本ムツコとは読んだ、飲んだ、論じたかなえ、定談書表23や、鹿島茂、福田和也、松原隆一郎、飛鳥信新社、2005、 魂には、型がある、かわいはやおしらすまさこ、男友達との会話新調者。ありがとうございます。